Chasing a Dream 僕らには夢がある <laughs> 皆さんこんにちは MC の玉木ゆかりですそしてはい遠藤ですよろしくお願いしますよろしくお願いいたします、えー、この番組は小さい頃に思い描いた夢を大人になった今でも追いかけているそんな純粋すぎる大人たちに贈る音楽番組です ということで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今ね、はい、初めてヘッドホンってやつをつけてみたんだけど、<え>慣れてないと、やっぱり。あの違和感があるっていうか、喋りにくいね。<laughs> あ、そうですか、まあ。プロの方っていうのはすごいね。なんかね、でも B. G. M. ある方が、こう。ノリノリになれません、その B. G. M. のこう店舗感。あの、なんだろう、気になっちゃう。<laughs> <laughs> 今 YouTube 見てる方だと分かると思うんですけどねこの遠藤がねヘッドホンつけたり外したりするっていうそうですねはい、はいまあ、音楽番組なんでしっかり音楽もね届けていきたいと思います。はい、で今日はですねちょっとやっぱりねこの夢を追いかけるっていうことにあたり、まあ、応援歌を紹介していきたいと思ってるんですよ。うんね、で歌詞ってやっぱ背中を押してくれる言葉がいっぱいあるじゃないですか。うん なので今日はその歌詞のねこうまあ基本的には多摩セレクションなんですけど、うん、この歌詞のこの部分がねすごいいいなと思って選びましたこれ背中押してくれるよねとか考えさせられるよねとかあこういうのあるよねっていうような言葉たち、うんうん、それをちょっとね一緒にねご紹介していきたいなと思っておりますで、遠藤さんもねぜひ、うん、あのあこの言葉いいねっていうのがあればぜひ教えてください頑張って聞いておく <laughs> はいでは今日も一日よろしくお願いしますはいよろしくお願いしますはいそれではまずは一曲お送りいたしますビーズで願い はいまずは1曲目「ビーズで願いをお送りいたしましたいや懐かしいと思っちゃうね,ねもう実際もう2 7七8年とか30年近く前の曲なんでねそうですねリリースが95年の5月そうだねう俺がだから本当高校生ぐらいの時に聞、うん、いてた感じなので,で、ね、あ懐かしいと思って懐かしいそう懐かしいですよね本当ね。ね、うん、私この曲のさ、あのー、最初の方の歌詞のところで「うん いこの迷路、うん、そうなんかいつの間にかじゃないっていうのがこう何も考えてなかったらいつの間にかね本当に歩いてただけだなってなるんですけど、うん、実はそうじゃないんで自分で選んでるんだよっていうところがなんかね来るなと思って<ー>そうしっかり自分で選んで歩いた結果今があるよっていうこととになるなる思ってこれはねタマがこうなんか背中を押されたっていうか。 気持ちがこう高ぶるそ。そう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 いうそうなんですよ。おえねこれね一番最初の声、うん、A メロっていうのかな。はい。最終電車に揺られて捕まった手すりがベトつくみたいな。お、うん、ラリーマンほら長くやってたから。うん、ああ確かにあったなで。でこれね何を思い出したかというとさ、はい、釣り川ってあるじゃない。ありますね。どんなに混んでても釣り革は一人一つだよね。おお確かに。うん。でも山手線で深夜とかその最終間際でみんな、うん。 ベロベロに酔ってたりとかするとねつり革が一人一つじゃない時がある、うん、俺が持ってるつり革におっさんもやってくとね <laughs> おっさんと手が重なるじゃない重なる、ね、恋人つかみみたいになってその手はベトついてるんだよねなるほどね、うん、そういうことですねなんかそういうのをね思い出してあ、当時俺頑張って働いてたなっていう いやなんか戦う戦うサラリーマンじゃないですけどそ,<う>そのイメージ確かにありますね。うん、だね満員電車とかこの終電で帰る人とかね、うんはい、こういう曲聴いて「頑張ってと」と<う>願い叶うから願い叶うから頑張りやねそう願いを叶えいつの日かそうなるように生きていけなんで、うんはい、生きていきましょうはい,はいでは続いての曲いきたいと思います。ちょっとね、ハッピ嵐でハッピネス はいお送りいたしましたのは2007年9月にリリースされました嵐でハピネスお送りいたしましたちょっと幸せな気分になりませんそうだねまあハピネスって言ってくれてるからね <laughs> そうそうわかりやすくい,いそう,そう,そう,そうなんかすごい音が全部明るい音でしょそうだね,ねでこの中のこの本当サビのとこなんですけど、うん、走り出せ走り出せ明日を迎えに行こう前のめりだね前のめりいい、ね、そうですよ<あ>しかも明日を迎えに行こうこっちから行くぜっていうああ この感じす晴らしいおい聞いてた時、うん、全力で今日から逃げてんのかなと思っちゃったけど <laughs> そうじゃないんだよねそうじゃないですよそうじゃないまあーまあ捉え方にもよるのかな俺はこれサラリーマン時代に聞いてたから、うん、全力で今日早く終わんねえかなって思ってた、うん、<laughs> 今日さえ終わればみたいな <laughs> そうそう,そう明日に行けばまた違うみたいなあリセットかけたいなって。<laughs> <laughs> あでもその考え方もありですよね、うん、ある種リセットかけるってことはこう今日疲れたなとか大変だったなとか、うん、そういうのを一旦ぶち切るってことですもんね。でなんだろうやっぱりね信じてるのがいいよね、うん、今日より明日はきっとよくなるっていう今日を乗り越えれば、うん、きっとハッピーな明日が待ってるよっていう、はい、そうですねそうじゃないとさ明日が辛いって思ってる今日はきついよね。 あそれやだな、うん、<laughs> 明日が辛いじゃなくて明日はまた新しいね<う>日になるよっていう,うら今日が辛ければ絶対明日のがいいし何かねこうリセットして明日からね、うん、やり直せるとか、うん、始めるとかっていういつだって新たな気持ちで、うん、今日が痛い,いし、はい、明日を迎えたいよね明日を迎えたいですね本当自分で迎えに行くそういう気持ちで迎えに行くっていうのが幸せになりそう、うん あしたをやっぱり楽しみにする今日を生きたいよねそれがいい、うん、そうしましょう、はい、今日は明日も楽しみに生きていきましょうはい <laughs>、はい、そして続いての曲なんですけどこれもね懐かかしい一曲かなとすごい懐かしいんじゃないでしょうん、ちょっとしっとりめでお送りしたいと思います、はい、それではお送りいたします松田聖子でルリー色の地球 はいお届けしましたのは1986年6月にリリースされました松田聖子さんで、ね、ルリ色の地球いかがでしたか昭和の最後かなそうですね<ぼ>昭和61年ぐらいかな、うん、多分ねそうと今のやっぱ曲とは違うよね雰囲気が雰囲気がねすごいゆったりした そうだねこれがなんか時代の流行りなのか時代の雰囲気なのか、うん、なんか今聞くとねあの本当にゆったりするよねそう,こうちょっと合唱にも合いそうなねそうだね、うん、歌でしたよね。うん、そしてこの優しいこので松田聖子さんの歌声がすごいこう疲れてる時とかちょっと悲しいことがあったなっていう時にこうちょっとこうしみるというかそうだねだって「夜明けの来ない夜はないさ」ってもうなんか。

やっぱ一回落ち込むとこまで落ち込んでついたら上がるしかなないいじゃでこう落ち込むだけ落ち込んでうんどうしようかなって考えるっていうまあどべどんつきまでくれば、うん、もうね下見てもしょうがないから上しかないってなんか吹っ切れるからねそうなんですよ結構なんかそういうので私は浮上してきたことが多かったなと思ったので。うん 泥沼にはまってるよりは、うん、どんつきまで落ちちゃってじゃあこっから飛び跳ねようっていう方が気持ちはいいかなあそうですね身動きはできるんですもんね、うん、泥沼だとちょっとなかなか動きづらい状況ですもんね、うん、俺もねだからやっぱね、うん、動けなくなるっつうのがやっぱフラストレーションたまるし何か希望がなくなるから、はい、なんか腹くくって、うん、もうい,いやこれでいこうぐらいになってた方が <laughs> ま 楽しいというか好きかな。そうですね。うん、これでいこうっていうこの切り替え、うん、それすごく大事なことですよね。うん、はい。では続いての曲いきたいと思います。はい、これねすんごい元気になります。真イヤクです。うん、はい。ボンジョビで It's My Life。いいね。 ライフはいこちら2000年5月にリリースされました、うん、ボンジョビの It My Life「It'smyLife」いやかっこいいねただただかっこいいかっこいいよねうんで俺もカラオケ行くとね PV やっぱ見ちゃうもんね見ちゃうよね、うん、かっこいいそうなんですよ私この時が高校ぐらいの時だったのかな、うん もうこの曲でボンジュピ大好きになりましたもん。うん、ノリがいいし、はい、あの当時これ多分2005年より実際元々前の曲なんのかな。曲自体が2005年なのこれで2000<年>。2000年か。うんうん の時は、やっぱりこれが他のリズムだメロディーに比べると、やっぱかっこよかったよね。あのステージの盛り上がり方も。そう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 ,そう。これ日本語で言うと、何よ、俺の人生だ、今しかないとかもう。太く長く生きようぜ、イェイみたいな感じなんです。そうなの、このいつ前ライフ、これが俺の人生だ。って言い切れるってかっこよくないですか。うん、かっこいいよね。俺、うん、サラリーマンやってたからさ、うん、ないよね。いつ <laughs> サラリーマンみたいな、あんま言わないよね。 まあ言わないですけどそれも俺の人生だって言い切れるって最後ね30を超えたぐらいの時にはもうそうやって言ってたけどやっぱり男の子っつうのはこういうふうにちょっと突っ張っていきたいやなそうですねあのサビのところの「これが俺の人生だ今しかないんだ永遠に生きようなんて思わない生きてる間思う存分生きるんだ」ってちょっとねあの日本語訳を見つけてきたんですけど。うん これ聞いてくれてるみんなもなんか迷ってたりとかね、うん、あったらこれだって決めたのを言いいいい放っっててみるっていうのはいいかもしれないよね、はい、そうですね言い放つってこれ覚悟しないと言えないいととえこですもんねそうで言い放ったことで叶うってこともあるはずだからそうね、うん、そう言わないと周りにも伝わんないですもんね。うん、我々もね、はい、まあこういう商売を始めてるので、うん、なんかこう言い放つことを決めていきたいわな。 はい、はい、決めてまいりますはいでは続いての曲まいりますプリンセスプリンセスでダイヤモンド はいこちら1989年4月にリリースされましたプリンセスプリンセスでダイヤモンドをお送りいたしましたいいねど真ん中だねいいねこの,この世代ど真ん中あそうかエノさんそうですよね世代的に本当ど真ん中、ね、ど真ん中ですよね10代の頃聞いてたぐらいの10代で一番こう思い出に残りやすい時期ですもんね、うん、これ何年だっけ1989年ですね89年だから まあギリギリ,あギリギリじゃねえないの普通に10代だなうん、うん、中学生高校生ぐらいそうですよねでこの曲ねあのリクエストもいただきまして、うん、ラジオネーム若宮大地さんからもいただきました、うん、ありがとうございます,います嬉しいですねこうやって聞いてていただけてねありがとうございますそう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 ん、やっぱりこの なガールズバンドでやっぱりこう今までってどうしてもこう男性の方がこうドラム叩くみたいなそうだねイメージ強いじゃないですか、ねうん、でも女の子が叩いてるっていうのがすごい気力活力もらえるなって思いました。うん、女性がねこういうノリで歌ってるっていうのと、うんうん、なんか動き回って歌ってるっつのがねまあ当時珍しかったというかまあ。 あのテレビで音楽番組があったから、やっぱ見栄えが良かったよね。はい、まあ、そうですよね。うん、なんか思い出ありますか？この曲ちょうど10代でしょ。遠藤さん。 この曲直接はっていうのはないけどやっぱ聞くと若い頃を思い出して、まあ、元気にはなるっていうかうん、うん、あの頃日本というか周りがよかった気がするかな、うん、もう年食ったせいかやっぱ昔良かったなって懐かしむ感じになるわなうん、うん、そうですよ、ね、時代が明るかった気がする、うん、私多分小学校の時だからあんまりねこの曲記憶にはないんですけどでも改めて聞いてて最後の方の一番最後の歌詞ですよね。うん 何にも知らない子供に戻ってやり直したい夜もたまにはあるけど、あの時感じた気持ちは本物。今私を動かすのはダイヤモンドっていう、うん、なんか本当に一番最初の初心。うん、あの時感じたこれを大事に生きていこうっていうのがいいよね、うん。そうだね。これそのまま読んじゃうと今動かしてるのはお金って話だからね。それも大事。それも大事。それもやっぱりダイヤモンド大好きみたいな。<laughs> ダイヤモンドが希金属のダイヤモンドじゃないんですよ。心の中にある大事なものなんですよ。あ,あ,ね、あ,あ、そう読み替えなきゃいけないな。そう読み替えてぜひ <laughs> ぜひキラキラしていきましょう, <laughs> ああう。そうじゃないと今はお金大事になっちゃうからね。<laughs> そうですね。は,い、はい、では続いての曲参ります。小田和正で確かなこと。 はいお聞きいただきましたのは2005年5月にリリースされました小田正で確かなこといやしみますねそうねこれ曲聞いたことあるけどさ、うん、これタイトルが「確かなこと」っていうそうですこれ皆さんも多分曲はねきゃ知ってる知ってるっていうけどそうタイトルは結構知らないんじゃないかな俺も知らなかったから。 C. M. で流れてたので、耳にはね、うん、残ってらっしゃるとは思うんですけど。そう、確かなことっていう。で、これも応援歌っちゃ応援歌なのかな。そうです。なんか歌詞読んだ時に。結構今回選んだ曲、自分が頑張っていくぜみたいなものが多い中で。この曲はどちらかというと、見守ってる側、うん。寄り添ってるから、大丈夫。そう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 。その視点で描かれてる。 っていうところが、うん、なんかそういう存在っていうのがとっても大事だしそういうことに気づいていける自分でありたいなっていう風にそうだねだからなんかこう誰かに感謝できるようなのを思い出してる時でねうもうこれはほらおじいちゃんおばあちゃんとかさ家族旅行行った時のフォトムービーの後ろに流れてるイメージだからね、はい、もうそうねこの曲とこの歌声とその思い出深い写真が流れてきたら、うん 泣けちゃうね。う実際、俺も経験はないのかもしれないけど、うん、なんか結婚式の余興のところで流れてそうなあ。あ、流れてそう。うん、なんか、ご両親に感謝みたいなあ。そうだね。あの後半のね。後半のこう。お色直しがあってからの感謝の手紙っていう。<laughs> うあの前後らへん。 でねこの元気をもらいたいっていう時にさ、うん、分かりやすいハピネスだっけ、はい、そういうノリノリなので行く人もいればねこういうしんみりしたので元気になれる人もいるだろうからね、うん、えいろんな曲はね流していきたいよね。うん、そうですねでは早速続いての曲いきたいと思います。はい、え続いてはミス「スミスターチルドレンで「名もなき歌」。 はい、ミスター・チルドレンで名もなき歌お送りしましたはい、ミスチルだねミスチルですミスチルはね、本当に有名な曲、いい曲がいっぱいある中で、うん、えあえてこの曲あえてこの曲にしました、うん、名もなき歌、うん、なんか改めて歌詞を読むとさ、うん、なんかこう、いろんな立場の人から見てるんじゃないかなっていういろんな視点で捉えられる言葉が多いなと思ってまあ 改めて見ると不思議な歌詞もいっぱいあるからねもうスタートがちょっとくらいの汚れ物なら残さず全部食べてやるって何の宣言なんだろうね、はい、<laughs> なんかなん想像するにですよ私が想像するに、うん、なんかこう苦渋をなめるじゃないですけどあえてやってやるぜぐらいな感じなのかなかみたいな そうそう、清濁併せ飲むじゃないけど。なんか自分が全部っていうか。そう,そう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 。頑張るよっていうことだよね。<う>なんかの覚悟の言い回しなんだろうね。そう、そんな感じがしたかな。でも真実を握りしめるって書いてあるから。うん、真実って人によって違うじゃないですか。うん、事実は本当にあったこと。うん、だけど、真実はその人が。 思ってることかなっていうふうにうだ、ね。感情が入ってるから、うん、やっぱりこの真実っていうのはその意志の強さであったりとかね、はい、思いにもなるんだけど、うん、まあ真実っていうのは大概握り潰されるもんだけどね。<laughs> そう、でも自分がしっかり分かっとこうっていう,う、ね、ところでこう立てるのかなっていう、うん。守るべきものは自分で守らなきゃいけない。そう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 そ本当になんかいろんなポジション。 で、見てった時に刺さる言葉が、人によって全然違う曲なんじゃないかなっていうのを改めて。読み直そうです。今の真実を握りしめるっていうところ。と、あと愛はきっと奪うでも与えるでもなくて、気がつけばそこにあるものっていう。ここです。まあ、かっこいいやな。かっこいいよね。俺はね、王ダーリンって言ってると、このあのメロディーというか、響きとか、はい、あの雰囲気が好き。うん そうね、かっこいいですよね。うん、ねよくわかんないけど、うん、あの雰囲気が大好き <laughs> ちょっと切ない感じしますもんね。そしてね。うん、ね。ということで、あの本当に、あの皆さん、どの言葉がね、刺さったかとかね、ぜひ教えていただきたいですね。は,い、はい、ありがとうございます。では、続いての曲参ります。アースウィンドアンドファイヤーでセプテンバー。 お送りしておりますのはアースビィンドファイヤーのセプテンバー もうこの曲いたら明るるくなしかなないいとうう感じしませんそだね、あの腰振って踊ってるっていうかそうそうそう体がね動いちゃうななんか懐かしい昔のアメリカの方がこうやってリズム踏むあのイメージがもう出てくるよねよねそう、やっぱり音楽ってその言葉ももちろんそうなんですけどこのメロディーほらこれね子供たちが外にスタジオの外にも音聞いてるからねなんかちょっと動いてくれてるっていうのが子供たちはかわいいよね自然にこう体が動くっていうのは。そうですね 本当にだからその曲を知らなくてもこのメロディーこのリズムで体が動いちゃって元気になれるっていうのがやっぱすごいなってすごいんですよこのメロディーとかリズムが持ってる力はすごいよね、うん、その歌詞とかをね当然英語の歌詞だからみんな分かんなくてもなんか元気になるもんねで後でほら歌詞の意味とかを聞いてえびっくりそう,そういう意味だったのとかっていうのはあるけどあるねあ、うんま、これそんなに結構重たい歌詞だったんだとかたまにありますよね。うん でもこのやっぱ体が自然に動き出すとかさ気持ちが勝手にこう元気になるっていうこういう歌は好きだよねそうですね好きですねいいですよねえのさんちょっと気分上がりましたかおい好きだよこういうの上がる上がるなんか日本語の歌で変に歌詞を聞こえちゃうよりはこういうメロディーがかっこいいのが好きだねいいですねということで来月もねちょっとまたタマーセレクションで 今回ここまで8曲,8曲で最後のエンディングまでいくと9曲そうですねちょっと次回はそうですね、うん、あの皆さんも元気が出る曲もう自分を奮い立たせたいっていう時に聴いてた曲あるよっていうのがあればぜひね お送りいただければ嬉しいですはい、はい、ありがとうございますえー、番組では皆さんからの夢に向かって頑張っている時に聴いていた楽曲ぜひ、ね、教えてくださいえー、そしてぜひエピソードも添えてお送りください FM サ <laughs> ルースのホームページにあるメッセージリクエストをクリックし番組名はチェイシングアドリームを選んでお送りください皆さんからのお便りお待ちしておりますえー、次回の放送3月16日土曜日11時からの放送ですそれではまた来月お会いしましょうバイバーイバイバイ ああ。<laughs>